今回は大手私鉄の短い路線距離ランキングを紹介するぜ。私鉄といえば関東の東武や小田急、関西では阪急や近鉄などいろいろあるけど、その中でも短い路線ってどんな路線があるんだろう？それでは早速見ていこう。第10位は西日本鉄道ことに私鉄の太宰府線。この路線距離は 2.4km だぜ。西日本鉄道ってどんな会社なの？西日本鉄道は福岡県福岡市を中心に路線を運行している大手私鉄で、九州では唯一の大手私鉄でもあるんだ。福岡にも大手私鉄の会社があるんだね。太宰府線は西鉄二日市から太宰府までを結ぶ路線で、途中には西鉄五条駅があるよ。駅は始発と終着を含めても3つしかないのね。それで、終点の太宰府には何があるの？太宰府駅の近くには太宰府天満宮があって、ここは学問の神と言われている菅原の道真が祀られているんだ。学問ってことは受験の合格祈願などで訪れる人が多そうだね。まさにその通りで、正月の三が日は多くの初詣の参拝者や、1月から3月にかけて合格祈願の受験生や合格者が多くお参りに来るんだ。1月から3月といったら受験生にとっては大事な時期だもんね。他にも沿線には九州国立博物館など観光スポットが豊富で、沿線は住宅地も広がっていて高校や大学も多いんだ。観光に通勤通学などでたくさんの人に利用されているんだね。太宰府線は基本的に線内で完結する各駅停車しか走っていないが、一部の列車は本線に直通して西鉄小郡まで運転されているほか、ターミナルである西鉄福岡から太宰府まで直通する急行列車が数本運行されているぞ。福岡の中心地から太宰府にもアクセスできるんだね。同率第8位は近鉄難波線。路線距離は 2km だぜ。近鉄といえば私鉄では最も長い路線網を持っていることで有名だけど、そんな短い路線もあるのね。近鉄難波線は大阪難波から近鉄日本橋を経由して大阪上本町までを結んでいる路線だ。大阪の都心部を取っている路線なんだね。そうなんだ。大阪難波には阪神難波線も乗り入れていて、近鉄と阪神が直通運転を行っているほか、この駅では南海電鉄や JR 関西本線、地下鉄御堂筋線と四ツ橋線、近鉄日本橋駅では堺筋線、大阪上本町では谷町線に、さらには近鉄難波線のすべての駅で千日前線と乗り換えが可能なんだ。大阪の中心地を通っているだけあって乗り換え路線も豊富なんだね。大阪難波からは名古屋方面に向かう特急日の鳥や、伊勢方面に向かう特急島風など特急列車も多く発着しているほか、奈良方面に向かう急行列車も発着しているんだ。この駅から奈良や名古屋、伊勢など様々な方面に行けるんだね。路線は全区間が地下を通っていて、千日前線通りや地下鉄の路線を避けるように建設されたため、駅はやや深い場所にあるのが特徴だ。関西私鉄のターミナル駅って阪急や南海など大きくて立派なターミナル駅を想像するけど、近鉄は地下にある小さい駅がターミナル駅なんだね。近鉄もかつては大阪上本町をターミナル駅としていて、この駅は地上7面6線の大規模な作りになっているんだ。おお、これぞ関西私鉄のターミナル駅って感じね。現在も普通や準急、急行列車を中心に多くの列車がこの駅を始発終着としているが、阪神線に直通する列車や特急のほとんどは地下ホームを通るため、あまり目立たないターミナル駅となってしまったんだ。かつては近鉄のターミナル駅だったのに、今では一部の列車は途中停車するだけの駅になってしまったのね。もう一つの同率8位は京王動物園線。路線距離は同じく 2km だぜ。名前からして動物園に行く路線みたいね。まさにその通りで、この路線は京王線と多摩都市モノレールが乗り入れている高畑不動駅から多摩動物公園駅までの一区間を結んでいる路線だ。すべての列車が高畑不動と多摩動物公園を往復していて、他の路線との直通運転は行われていないぞ。基本的に路線内を往復するだけなのね。また、終点の多摩動物公園駅は多摩都市モノレールと乗り換えが可能で、動物園線は多摩都市モノレールの路線と並行して走っているのも特徴だ。多摩動物公園にはモノレールでも行くことができるんだね。続いて紹介するのは阪神電鉄の武庫川線。路線距離は 1.7km で第7位だぜ。ジェットカーでも有名な阪神の路線だね。武庫川線は阪神電鉄の武庫川駅から武庫川団地前駅までを結ぶ路線で、途中には東成尾と須崎の2つの駅が存在するんだ。短い路線なのに途中に2つも駅があるのね。この東成尾と須崎の駅間距離は 400m しかなく、阪神電鉄の路線では最も駅間の距離が短いんだ。阪神は駅と駅の間が短いことで有名だけど、ここが最も駅間が近いのね。この路線は兵庫県の西宮市から武庫川団地までのアクセス路線で、朝夕はここから大阪や神戸に向かう通勤通学客が多く利用しているよ。都心とベッドタウンを結ぶ路線ってことね。
路線は全区間が単線で、車両は2両編成の5500系が使われているんだ。2両？大阪の都心近くを走る割にはちょっと短い編成ね。車両は全て野球にちなんだとそうで、甲子園号やタイガース号など全部で4種類あるんだ。阪神といえば阪神タイガースだし、これはぴったりな編成だね。第6位は名古屋鉄道こと名鉄の筑甲線、路線距離は 1.5km だぜ。名鉄は名古屋を中心路線網を持っている私鉄ね。筑甲線は名鉄と小名線の大駅から東名古屋港駅までを結ぶ路線だ。ちなみこの路線で旅客列車が走るのは朝と夕方の時間帯のみで、朝の8時半から夕方の17時前まで列車が一切走っていないんだ。ということは日中は全く列車がないんだね。これは利用者の大半が東名古屋港周辺の工場への通勤客のため、その出勤と退勤の時間帯のみ運転されてるからなんだ。同じような系統の路線だと JR の鶴見線や山陽線の和田岬線、支線などがあるな。沿線は工場しかないから、そこに行く人しか使わないってことね。この路線には線路同士が平面で直角に交差するダイヤモンドクロッシングがあることでも有名だぞ。愛媛の伊予鉄や高知の土佐伝でも見られる珍しい光景だよね。またこの路線は JR の東海道本線ともつながっていて、日本車両製造で製造された車両や資材の搬入、それに廃車車両の搬出も行われているんだ。旅客以外でも様々な用途で利用されている路線なんだね。第5位は南海電鉄の高篠浜線、路線距離は 1.4km だぜ。南海電鉄といえば関西空港までを結んでいる特急ラピートが有名だよね。そんな南海電鉄が運行している高篠浜線は南海本線の羽衣駅から分岐して、途中キャラバシ駅を経由して終点の高篠浜駅までを結ぶ路線なんだ。全長 1.4km しかないのに途中駅があるんだね。ちなみに、高篠浜線は羽衣駅付近での連続立体交差事業に伴って、2021年から運休しており、当面の間バスでの代行輸送を行っていたんだけど、2024年に立体交差化が完了して4月から運行を再開したんだ。長らく運休していたけど今年の4月から再開したのね。続いて紹介するのは名古屋鉄道こと名鉄の羽島線だ。名鉄の路線はこのランキングでは2つ目ね。羽島線は名鉄の江平駅から新羽島までの一区間を結ぶ 1.3km ほどの路線だ。この路線を走るすべての列車は江平から接続している竹花線と直通していて、新羽島駅では東海道新幹線の岐阜羽島駅と隣接していて乗り換えが可能だ。両方の駅で名鉄の路線や新幹線に乗り換えることができるのね。でもさ、どうして江平から新羽島の一区間だけが羽島線になっているの？竹花線はもともと羽島線と接続する江平駅から先も線路が伸びていて、かつては大須という駅が終点だったんだ。羽島線は竹花線の支線のような路線だったんだね。だが2001年に大須から江平の間が廃止され、現在は羽島線と一体となって運用されているぞ。それで今も江平から新羽島までの間は、羽島線という別の路線として扱われているんだね。同率2位は西武豊島線。豊島線は東京と練馬区の練馬駅から豊島園駅までを結ぶ全長 1km の路線だぜ。1km ってもはや歩いてでも行ける距離ね。この路線は西武鉄道全体でも路線距離が短い路線で、練馬区内で完結している路線なんだ。ちなみに練馬から豊島園まで全区間で線路が1本しかない単線だぜ。東京23区内で単線ってかなり珍しいね。車両は8両編成の2000系が毎時4本運行されているんだ。路線距離は短くても東京23区内を走っている路線だけあって、編成の両数は長いのね。編成が長いのは練馬から西武池袋線に乗り入れて、池袋まで直通運転を行っているからなんだ。そういうことね。終点の豊島園駅は西武グループの会社が経営していた豊島園という遊園地があり、2020年8月まで運営されていたんだ。結構最近まで近くに遊園地があったんだね。現在は敷地内の一部がリニューアルされて、ワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターというスタジオツアーに改築され、2023年から開業しているぜ。今はハリーポッターのスタジオツアーになっているのね。ぜひ機会があれば豊島線に乗って遊びに行きたいわ。もう一つ同率2位は東武鉄道の大師線。大師線は東武伊勢崎線の西新井から大師前までを結ぶ全長 1km の路線だ。東武伊勢崎の途中駅から伸びている支線のような路線だね。実はこの路線はかつて東武東上線と伊勢崎線を結ぶ東京と足立区を縦断する路線になる予定だったんだ。そんな計画があったの？1920年、現在の東上線を運行していた東上鉄道が東武鉄道と合併し、現在の東武東上線になったんだ。東上線は最初から東武の路線ではなかったんだね。そして東武鉄道は伊勢崎線と東上線をつなぐため、西坂線の建設を計画したんだ。
現在は東武鉄道の路線から孤立している東上線と他の線路をつなごうとしたんだね。しかし計画されて数年後の1923年に関東大震災が発生、東武鉄道は既存路線の復旧に手一杯となってしまった。そんな、なんてタイミングで。やがて路線も復旧して建設が開始できると思った矢先、震災復興計画により西坂線沿線の地価が高騰し、荒川を渡る鉄橋の建設が難航、そして昭和恐慌にとどめを刺された形でこの計画は破綻してしまったんだ。様々な不運が重なって最終的に実現しなかったんだね。結果的に地元の要望が強かった途中の大島駅までの一区間のみが東武大師線として開業し、現在に至る路線は東京23区内を走るのにもかかわらず、路線総延長はわずか 1km の単線の路線になっているんだ。一区間しか走らないわけだし、単線でも輸送力は十分ってことね。大師線の終点である大島駅は一面一線の高架駅にやってくる電車は2両編成、全体の所要時間も2、3分となっているぜ。東上線と伊勢崎をつなぐ予定だった歴史の名残が大師線には隠されていたんだね。第1位は京王電鉄の競馬場線。なんと総路線距離は 0.9km だぜ。ついに 1km を切ってきたわね。競馬場線は京王電鉄京王線の東府中駅に分岐している路線で、府中競馬正門前駅までを結んでいる路線だ。競馬場線っていうぐらいだから競馬場までアクセスする路線みたいだね。ああ、そうなんだ。府中競馬正門前駅は東京競馬場の最寄り駅であり、駅から競馬場までの専用歩道も整備されているんだ。本当に東京競馬場に行くための路線ってことね。それに競馬ファンの間では、府中と言っても通用するぐらい、よく知られた場所なんだ。まさに競馬ファンの聖地ってことね。路線は全線が複線の電化路線で、平日は基本競馬場線内で完結する普通列車しか運行されていないが、土休日の16時台の上り列車のみ、新宿方面に向かう特急と急行が運行されているんだ。競馬を終えた後に京王線に直通する列車で、新宿方面まで乗り換えなしで行けるように利便性が確保されているんだね。ということで今回は大手私鉄の短い路線ランキングだったぜ。支線やあまり目立たない路線から特急も走っている主要路線まで、いろんな路線があって面白かったよ。このチャンネルでは鉄道に関する様々な解説動画を投稿しています。この動画を見て思ったことや意見などぜひコメントに書いてくれよな。この動画がいいと思ったら、グッドボタンをポチッとしてくれたら嬉しいよ。よろしく頼むぜ。最後までご視聴ありがとうございました。